ローウォーズファンの皆様、おはようございます。ヒーローウォーズを遊戯する際に、最も重要な選択肢というか、分岐点は、どのギルドに所属するかだと思います。そして、日本人にとって、日本語ギルドを選択するか、外国語ギルドを選択するかという問題は、語学力に依存する部分が大きいので、とても悩ましい懸案事項になっています。まあ、ヒーローウォーズを、Facebook 版やウェブパソコン版で遊戯されている人の場合、パソコンを所持していると思いますので、翻訳ソフトの手助けを受けて、外国人とコミュニケーションを取ることは、十分に可能です。つまり、コピペを活用して、会話をするということですね。翻訳ソフトの代表格といえば、Google 翻訳、ではないでしょうか？英語が苦手教科だったカーク信者ですが、なぜか、アメリカ留学をしていたこともあり、普通の人よりは、語学力に自信があります。カーク信者は英語が堪能。そういった設定なので、その件について、疑念を抱かないように、よろしくお願いします。さて、英語が堪能なカーク信者から見た場合、Google 先生の翻訳機能は、お世辞にも、ハイレベルとは言えません。強いて点数をつけるとするなら、70点といった感じではないでしょうか？ Google 翻訳の特徴として、翻訳元となる日本語の文章を書く際に、主語と動詞と目的語を明確な形にしないと、意味不明な文章になるという欠点が存在します。例えば、それは無理なんじゃないかな？ではなくて、私はそれが無理なんじゃないかなと思います、というように、主語と動詞を明確にすることにより、Google 翻訳は、翻訳の精度が高くなります。ちょっと、この動画は、ゲーム動画だよね？そうなんですが、ヒーローウォーズを全力で堪能するためには、外国人と会話することが、どうしても必要になるのです。そして、今回の動画では、カーク信者が視聴者様へ、Google 翻訳以上に、優秀な翻訳ソフトを紹介しようと思っているので、ぜひ、動画の最後まで視聴を続けるように、お願いします。さて、先ほどの、それは無理じゃないかな？という文章を、カーク信者が推薦する翻訳ソフト、DeepL で翻訳をすると、この画像のようになります。また、私はそれが無理なんじゃないかなと思います。も同様に、Google 先生と、カーク信者が推薦する翻訳ソフト、DeepL を利用した際の違いを見てください。どうですか？この違いがお分かりになるでしょうか？カーク信者が中学校で学んだ、言語工学の知識を駆使してその違いを表現するなら、翻訳ソフト、DeepL は、構文に強いのです。翻訳ソフト、DeepL の翻訳能力は、機械翻訳とは思えないほど、より自然な文章に仕上がるということです。サーバーによっては、自分が希望するランキングに、日本人ギルドが存在していないケースも多々ありますので、仕方なく、外国語ギルドに所属されている視聴者様も、多数おられるはずです。そういった人の中で、もし、Google 翻訳を使われている人がおられるようでしたら、インターネットで、DeepL と検索してください。おそらく、視聴者様のギルド内での会話能力が、飛躍的に高まることになり、ヒーローウォーズを、今まで以上に楽しく遊戯できるようになるはずです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、カーク信者のように、日本人でありながら、外国語ギルドの、ギルドマスターをされている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。